はい、ミンゴルファイ木村です。またね、挑戦者と戦っていこうかなと思います。今28枚挑戦権がありますんでね、7枚必要なデニスと4回戦えるということですね。で、今ね、イベントポイントがあと残り1万ぐらいでね、10万ポイントになるというところでね、このデニスに4回勝てば間違いなくね、10万イベントポイント、つまりね、あのプラチナ確定ギアチケットが1枚もらえるということでね、しっかりとね、このデニスに勝って、最後にはね、チケットを一回引きたいなというところまでね、やれたらなと思います。さあ、最初の一戦目。もうね、本当はね、インペリアル系のね、ギアで戦って、ちゃんとね、ギアをね、鍛えていきたいんですけどもね。まあ、勝つためには、もう今回は、インペリアル系はね、使わずに、グレートショットで、本気でね、戦っていこうと思います。ということで、ここも、霊峰でね、しっかりと、ポイントを伸ばしていこうと思います。さあ、うわ、挑戦失敗。うわ、危ねえ。今とか危ないですね。さあ、よしよし。まあ、これは間違いなく勝てるんじゃないかなと思います。ただね、ボンデニスさんがね、たまにとんでもないショットやってくるんでね、気をつけなきゃいけないんですけどね。はい、まあこれで勝ちは見えましたね。はい、で、よし。はい、一戦目これ勝利ですね。はい、この勝利報酬なんですけどね、お、今回2222ということですけど、まあちょっとコインの数もね、同時にどのくらいもらえるかっていうのも集計していきたいなと思います。今2222ということでしたね。さあ、イベントポイント今9万2500を超えたというところでしたね。さあ、で、2戦目ですね。まあ、3勝すれば、10万イベントポイントまで行くということですね。さあ、パンターノが2戦目のステージです。まあ、何も考えずにここはね、打っていきますね。はい、この辺あたり狙って、ひとまず打ってきます。特にアクティブスキルを使わずにね、打ってきまして、2打目でね、霊峰で行こうかなと思います。さあ、デニスさんは、この狭いフェアウェイを使う道を選びましたね。チャンス使ってきました。嫌な予感。嫌な予感。ああ、大丈夫ですね。これなら、私も霊峰でね、ベタピンにつけます。ベタピンにつけます。よし、出せにした。さあ、うわ。ちょいと左ですけども、うん。まあ、力加減はいいですね。はい、今回の勝負も、ほぼほぼ勝ちですね。うわ、おーっと、くるくるされまして、どうでしょう。ショットポイントが、あ、でも大丈夫ですね。これを入れることができれば、勝ちます。はい、2戦目も勝利ですね。ああいうね、くるくるだったりとか、チップインとかしてきますんでね。要注意です。はい、霊峰のおかげで勝つことができました。さあ、コインはどれだけもらえるでしょう。はい、222ということです。さあ、9万5000のイベントポイントを超えてきました。さあ、これに勝利すればね、10万ポイント達成ということですけども。まあでもね、4回戦っていきたいと思いますね。あの、コインがどれだけもらえるかっていうのもね、集計取りたいなと思いますんで。さあ、雪ですか。5% ダウン。ここあたりに落としてですね、祝報でいきたいと思います。気持ち弱めぐらいで、まあ、どうでしょう。ちょい右ブレが出てますけども、問題ないですね。拍手になってます。ここからの多分ね、セカンドも狙いやすいと思います。さあ、デニスさんも同じような場所にね、あ、ここはセミラフです。さあ、どうなんでしょう。の、さあ、3戦目もね、これで勝ちが見えてきましたよ。で、霊峰ですね。さあ、13ヤード下げたけど、5%ダウン。どうだ？うん。じゃないでしょうか。どうでしょう。
あ、弱いのか。弱いんですね。さあ、デンさんが、おいおいおいマジか。これですよ。こういうことされると、やべえな、これ。くるくる入れないと勝てないのか。くるくるで入れないと勝てない。どうだ?くるくるになれ。はい、そのまま入ってしまいました。ということで、3戦目は負けですね。やばい。もうあと1戦しかできないので、絶対に負けられないですね。さあ、絶対に負けられないデニスの第4戦目ですね。まあ今のは、まあ、セカンドショットのミスですよね。もっと近くまでボールを運ばなきゃいけなかった。さあ、また難しい大雨の、ここあたりに、礼をできます。さあ、どうでしょう。確実にね、ショットポイントを伸ばしていく作戦です。パワーオブタイムというのを使ってきましたね。さあ、私からかな。そうですね。さあ、礼法で、ちょいつま先下がり。ああ、もうこのショットに全てがかかる。このショットもちろん、はい。さあ、8% ダウンと見て、どうだ?うわぁ、ダメだ。左に行ってしまった。傾けすぎましたね。つま先下がり分を見すぎてしまってます。やばい。さっきよりも遠いじゃん。さあ、デニスさんは、何もアクティブスキルは使ってきませんでしたが、おぉ、よし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 。さあ、これを入れられたらやばい。あ、大丈夫ですね。勝ちがちょっとずつ見えてきました。これを入れれば勝ちです。これを入れれば勝ち。どうだ?入れて終わりたい。うお!弱い。まあまあまあ。くるくるをされない限りは勝ちですね。はい。ということで、私がこのパットを失敗しない限り勝ちです。はい。ということで、4戦目のデニス戦勝利ということで、これでイベントポイントがね、10万を超えるはずです。はい。コインはどうでしょう?はい。222ということで、合計、2222プラス2666ですかね。のコインをゲットということで、1万イベントポイント達成です。さあ、イベントの報酬をもらいます。じゃあね、やっていきたいと思います。さあ、プラチナ確定ギアチケットを使って、チケットが今1枚ですね。さっきゲットしたやつがありますんで、使ってやっていきたいと思います。さあ、何が来る?さあ、グレートショット系来てください。インペリアル系も入ってんのかな?何でもいい、来てください。さあ、何が来る?何が来る?お願いします。お願いします。うわ。うわ。まあでもこれ2個目だな。これなんかついたな。チャンスショット系がついたと思います。ということでね、中国茶ボールをゲットという結果でございました。はい、皆さんもね、まずはイベントポイント、10万ポイントを目指してね、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。ゆきむらでした。